高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマは、部下が辞めたいと言ってきたらどう対処すればいいか。さあ、皆さんはこんなことで悩んでいないでしょうか。部下が辞めたいと言ってきた、ちょっと丸山さん相談があるんですけど、なんて言われるとですね、ちょっとピリッとついて、あれもしかして退職の相談かな、そんな風に思って話を聞いてみると、やっぱりそうだった、退職したいんです。そんな風になった時に皆さんはどう対処するべきなんでしょうか。部下から退職を持ちかけられて、そこで面談をする。じゃあその部下は引き止めるんでしょうか、引き止めないんでしょうか。そして引き止めることはできるんでしょうか、それとも難しいんでしょうか。引き止められるとしたら、どうしたら引き止めることができるんでしょうか。もし引き止められないとしたら、どうやって送り出したらいいんでしょうか。そして部下が辞めた後の部署、誰が穴埋めをするのか、仕事は回るのか、誰に割り振るのか。部下が辞めると言ってきたら取り組んでいくことってたくさんありますよね。それをどうするかというのが今回のテーマです。部下を辞めたいと言ってきたらどうするか、解説したいと思います。このチャンネルでは、組織で悩む人を一人でも減らすことをテーマに毎日更新頑張っています。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは行ってみましょう。さあ、まず最初にですね、引き止めは可能なのかということについて解説したいと思うんですが、皆さんどう思われますか。引き止めというのは可能なんでしょうか、それとも不可能なんでしょうか。結論を最初に言うとですね、可能な場合と不可能な場合がありますよということなんですけども、人が辞める原因をですね、2つに分類すると何があるのか。1つはですね、現在の問題、2つ目は未来の問題とあるんですが、現在の問題というのは今の職場に何か問題があるということ、未来の問題というのは自分の転職先の方がワクワクするというですね、言い換えるならば、現在の問題というのはネガティブ要因なんですね。今の職場はこれが嫌だ、あれが嫌だ、これが問題だということで、ネガティブな理由で今の職場からとにかく逃げたいんだ、離れたいんだというですね、嫌な現状を回避していく、今の職場が嫌だから辞めたいんですよ、これがネガティブ要因ですね。もう一つはですね、実はいい職場が見つかったんだと、ここのが自分の可能性が開けるし、今よりずっといい状態になるんだ、そういうポジティブ要因ですね。この2つで分けてみると、離職の要因ってすごく分かりやすくないですか。例えばカップル同士が別れる原因の時にですね、今の彼氏が嫌だと言って別れるのか、それとも別の彼氏の候補がですね、いい人が現れたんだ、これでは打ち手が全く違いますよね。仕事を辞めるということは、今の職場から転職先に移るということですから、今の職場と転職先、どちらに要因があるのか、そしてですね、辞める辞めないに影響する要素というのを4つに分けてみると、よくある問題というのはですね、1つは給与ですとか労働環境の問題、労働時間が長すぎて勉強する時間が取れないんですとか、今の職場の給与に問題があるのか、それとも転職先の給料がより魅力的なのか、転職先は土日休みなんです、休みがこれだけあるんですみたいなですね、給与とか労働環境に要因がある場合。2つ目は人間関係、上司同僚部下それぞれあると思うんですが、こんな上司の下では働けませんですとか、同僚はですね、ライバルがいて彼にはかなわないんだ、今のままでいても自分はこれ以上活躍する気がないと、そんな風に思えない、その同僚に問題があったり、あの部下がいるから自分はもう辞めたいんだとかですね、結構ですね、この人間関係っていうのはよくある話ですね。3つ目はやりがい、仕事内容がやっていて楽しくないとか、仕事の意味が感じられない、これからどういう価値に感じられるのか、これからどういう価値を得られるのか、そこにワクワク感がない、業界の未来が暗い、こういう仕事のやりがいに関すること。そして4つ目は人生設計、どちらの職場の方がより良い人生を送れるのか、今の職場にいた方がいい人生を送れるのか、新しい職場に行った方がいい人生を送れるのか、大体この理由に分かれるんじゃないかなと思うんですね。これに付随することとして、親の介護をしなきゃいけないとかですね、そういう要因があったりするんですが、それはですね、例えば労働環境が、今の労働環境だと介護ができないとか、そんな風にですね、この一つ目の理由にくっついていたりですとか、人生設計に絡んだりするということはあると思うんですけども、最終的にはこの4つの中に含まれてくる。じゃあ部下は何が理由で今の職場を離れたいと思っているのか、何が理由で次の転職先に行きたいと思っているのか、こうやって見た時にですね、あることが原因の場合は引き止めが可能な場合があると。それは皆さん何だと思いますか。あることが原因の場合、それは何かというと、認識ギャップが原因の場合。辞めたいと言ってくる部下はですね、今の職場に対する認識、給与や労働環境はどういう認識なのか、うちの会社にいても給与上がんないですよね、この認識が実は違う場合もありますよね。え、何言ってんの、うちの会社そうじゃないよ、ここまで行けば給与が上がったのにとか、得てして認識のギャップってあるものなんですよね。人間関係すごく悩んでる、でもだったら部署移動したらとか、ちょっとした解決策で
今の耐え難い現状というのが変えられるかもしれない。もっと言えば転職先でも同じような人間関係に悩むかもしれない。だとしたら今いる中で仕事にやりがいを感じてるんだったら、この人間関係はこれで解消できるんじゃないのとか、人生設計上転職先に行った方が人生が開けると思っていたとしても、同じようにそこに転職していった先輩たちがどんな目に遭っているのか、それをちゃんと認識しているのかとかですね、そんな風に認識ギャップがよくあることがですね本当に多いんですよね。よくですね、部下が辞表を持ってきたらそれはもう決定事項としてひっくり返せないものなのかどうか、そんな風に考えることあると思うんですが、私はですね、認識のギャップがあるうちはひっくり返すことが可能な場合があると、そんな風に思っているんですね。さあではですね、退職届を出されたら、退職の相談を受けたらどうするべきか、まずですね、判断しなければいけないことがあります。それはですね、退職の相談をしてきた、そうするとですね、この人を引き止められるかな、そんなことを考えがちなんですが、その前に判断すべきなのは引き止めるかどうか、その人がですね、今会社でどんな働きをして、これまでどんな労力をかけてきて、そしてこれからどんな活躍をするのか、その未来を考えた時に、この人はうちの会社に絶対に必要な人材だ、そう思うならばもう全力で引き止めに行く、あらゆる可能性を手繰っていく、これは重要なことだと思うんですね。でもそこまでじゃないとかですね、自分が転職しようとしている先がものすごい魅力的で、こんなとこ受かったんだったらこっちの方行った方がいいよとか、本当にそんな風に思えるんであれば、これは引き止めをしない方がいいのかもしれません。まず最初にその人を引き止めるかどうか、その判断をするためにはよく部下とですね、認識の一致をしないといけませんよね。一方でやらなくていいことということで言うと、落ち込んだりとか自分の評価を気にしてこれを辞めさせたら自分の評価が低くなるんじゃないか、そんなことは一切気にする必要はないと思うんですね。むしろその部下の現状認識、これを把握できているかどうか、その部下にとって転職先が本当にいい場所なのかどうか、それを考えることの方が非常に重要だと思うんですね。落ち込んだり自分の評価を気にする暇があったら反省をして次に生かす、これが重要だと思います。ということでですね、退職したいと言われたらやるべきこと読んでお伝えしたいと思うんですが、まず大前提として、そもそもひっくり返すことは難しいことなんだということを心得ておきましょう。もう退職を決意している、割と固い決意の場合ですね、いかに認識ギャップがあったとしてもその部下はですね、覚悟を持って面談に臨むでしょうから、簡単な引き止めには応じないぞというですね、そういう気持ちがあると思うんですね。ですのでそもそも引き止めるのは難しい。だからですね、皆さんの心の中に自分の評価を気にして辞められたら困るとかですね、そういう話をされたらもうすぐ見抜かれます。その部下の将来を考えて今の職場と転職先とを比べたらですね、そこに認識ギャップがないかどうか、これを探ろうという時にですね、その上司の保身の気持ち、これが挟み込まれると、そのわずかな可能性すらもなくなっていきますから、まずはそもそもひっくり返すことは難しいんだ、だからこそ自分の保身のために何としても残すんではなくて、その部下にとっても自社にとってもいい道を探ろう、そんな風にですね、そもそも難しいことなんだと思えばちょっと落ち着いてですね、自分のスタンスを固められると思うんですね。その上でですね、辞めたい理由を聞いていきます。本人の現在の職場に対する不満ですとか、未来の転職先に対する希望ですとか、そのあたりの認識を聞いていきます。そしてその上で認識の一致をさせていく、こっちが期待していることとか、これは誤解だよとか、それってこうしたら解消できる問題じゃないのとか、うちの会社としては絶対に君は必要なんだとか、そんな風に誤解を解きながら相手の期待を超える提案をすると、君の人生はこういう風にした方がいいんじゃないか、こう選ぶべきなんじゃないか、こういう心づもりで接するのが大事だと思います。さあ、推奨ワークということで今回の学びをどう生かすか3点お伝えします。1つ目のアクションは、定期的な1-on-1面談で離職を予防しよう。これはですね、そもそも退職を決意されてしまったとしたらひっくり返すのは相当難しいんですよね。先ほどご紹介したステップを踏んだとしてもそれはもう相当難しいで、あるならば退職を切り出せる前にいかに定期的な面談で信頼関係を築くか、認識のギャップを生まないか、これが非常に重要ですよね。その上で引き止められるかどうかの前に引き止めるかどうかを決めていきましょう。そして面談をして引き止めるんだと思えば、もう腹を割って今の職場の現状と転職先の将来と、その部下本人にとってどちらが本当にいいのか、そして会社はですね何ができるのか、これをガチンコでぶつけ合わせる、こういったことが非常に重要なんではないかと思っています。部下から退職を切り出される、それはですね非常にショックなことだと思うんですよね。でもそのショックで終わってはいけない、そこから認識の一致をして取り戻せるものは取り戻していく、できないんであれば次に生かしていく、この姿勢が大事だと思います。
さあまとめということでこの言葉で締めたいと思います。部下の退職で学びを得よ。私もですね、過去何回か自分の部下に辞められた経験があります。その度にひどく落ち込んで、ひどく傷ついてですね、なんて自分はダメな上司なんだと、そんな風に自分を問い詰めたりしました。その時にですね、私の恩師にあたる人がその話を聞いてくれて、これが悪かった、あれが悪かった、そんな風に言ったらですね、上司がこんな言葉をくれたんですね。それは大きな学びですね、高野さんは大きな学びを得ましたね。そんな風に言ってもらって、私は非常に救われた気がしたんですね。ああ確かに自分は辛くショックでですね、とても落ち込んだけれども、そこから大きな学びを得た。それを生かしていかなければこの出来事が無駄になってしまう。ですので、部下から退職を切り出された、そういうタイミングでもしかしたら引き止められないかもしれない、辛い別れを経験しなければいけないかもしれない、その時にはぜひそこからの学びを重視してほしい、そんなふうに思うんですね。皆さんの組織の悩みを一つでも解消することを祈っています。高社長のチームイー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。